視聴者の皆様、こんにちは。今回は、ママ友に盗まれたと訴える事故中イッチがとんでも行動をしたスレを2本紹介。まずは1本目。視聴者の皆様、こんにちは。今回はママ友宅に忘れたコートを盗まれたと思っていたのに、なぜか逆に自分が訴えられてしまった、と嘆くイッチのお話です。それでは、ご覧ください。ちょっと、人間関係上の相談に乗ってほしいんですけど、お時間のある人いませんか？おお、どうしたのかな、イッチは。友達付き合いとか、上司との付き合い方とかかな？はい、今回はママ友との関係性なんですけど。ああ、ママ友って気使うよね。わかるよ、なんか女子高生のノリを引きずっているというか。そうなんです、ちょっと陰湿なところがあって、今回も急に無視され始めて、何がなんだかわからないんです。ああ、いわゆるいじめのターゲットになっちゃった系かな？かもしれません。私のコートも返してほしいって言っても全然応じてくれないし。うわ、それはもう決定的だな。人のもの取るとかわかりやすいやつだ。そっか、やっぱりそうなんですよね。はぁ、なんで大人になってまでこんな目に遭わないといけないんだろ。イッチが悪いとかじゃなくてさ、何か思い当たることってないのかな。わかんないんですよ。一週間前にママ友会やったばっかりだし。それから急に仲の良かったママ友たちと連絡もつかなくなって。先週と一体何が変わったんだろうね。あれじゃね、イッチがそのママ友会で壮大にやらかしたんじゃね。別にいつも通り和やかに進んだと思うんですけどね。それじゃあ、イッチには何も非がないのにな。今のままだと、そのママ友たちがどんな奴らかわからないから、もう少し情報欲しいな。そうだね、あとイッチのことも詳しく教えてくれると、原因がわかって解決できるかも。ありがとうございます。じゃあ、少しだけ自分語りさせてください。うん、自分のペースでいいから、気楽に書き込んでね。私は別にどこにでもいるようなアラフォーの主婦です。子供は二人いて、どちらも小学校に通っています。じゃあ日中は割と余裕ある感じかな？そうですね、だからちょっとした副業みたいなことはしてるんです。その書き方だとパートとかじゃないんだね。何やってるの？フリマアプリを使って、物の売り買いをして少しだけ稼いでるんです。なんだイッチ、転売ヤーかよ。はぁ、そういう言い方されるのが嫌だから、丁寧に書いたのに。確かに転売ヤーとは仲良くしたくないかもな。あの、私がしてるのは他に欲しい人がいるのを無理やり奪うようなやつじゃありません。そもそも転売ヤーって何なんだ？トレカとか、人気のゲームとかを買い占めて、それを高値で売る人たちです。ああ、セドリってやつか。まあ、それはよくわかりませんが。ただ、私がしてるのはもっと普通の利用の仕方です。自分が着てた服を売ったり、家族のものでもういらないものを売ったりする感じです。でもさ、それじゃあ副業とは言えなくない？そうですね。実は私、ファッションには少し詳しくて、近くの古着屋とかで掘り出し物を見つけて、それを買い値より高く売ったりしてるんです。すごいじゃん、もはや鑑定士じゃん。そう言ってもらえると嬉しいです。なんだ、じゃあイッチは悪いことしてないのか。なんで残念そうなんですか、やめてください。じゃあイッチはおしゃれさんなんだね。どうなんでしょう、子供が生まれてからは自分のファッションにお金はかけられてないので。そっか、じゃあ、さっき言ってたコート取られたのは辛かったね。そうなんです、実はそのコート有名ブランドのものなのに。いくらぐらいするの？古着で売っても5万円以上で売れるはずです。新品なら数十万ですよ。そんな高級コート取られちゃったの？でも、まだ取られたのかわからないんです。なんで？どういう状況なの？さっき言ったんですけど、先週ママ友会があって、その日はあるママ友のお家でホームパーティーみたいな感じだったんです。なんか、港区女子みたいな雰囲気出てるな。それほどのものではありませんよ。それで、その時にコートを着てったんですけど、帰る時に忘れちゃったんです。普通着てきた服忘れるかね？少しお酒も入って楽しくなってたから、その日はうっかりして。じゃあ、その置き忘れたコートを返してくれないってこと？はい、コート忘れたって何度連絡しても、返事がないんです。返してほしいって言っても無視されちゃって。ああ、それはもう悪意しかないな。そうですよね、やっぱり、あのコート気に入ってたのにな。他のママ友には相談してみたのかな？はい、でも他の誰に連絡しても、連絡つかなくて。もはや組織犯罪の香りすらするな。イッチ、警察に相談してみたら？でも、友達同士のことで警察なんて、ちょっと大げさすぎませんか？子供同士の関係もあるしねー、難しいな。じゃあ泣き寝入りしかないかな。お気に入りなのに残念だね。
ほんとですよ。まだ数回しか袖を通してないのに。はぁ、じゃあ今年買ったコートなんだ。はい、今年からのコートです。でもさ、いっちそんな高いコート買うほどお金に余裕あんの？あれだろ、古着屋で安く見つけたんだろ。そのコートは実は、ただで手に入れたものなんですよ。え？だって高級なコートなんでしょ？誰かからもらったの？前にママ友達がたくさん集まった時に、すり替わっちゃったものなんです。すり替わったって、いっちのコートと？はい、お店でご飯食べて帰ろうと思ったら私のコートがなくて、その代わりに、そのコートだけ残されてたんです。だからって誰のかわかんないコート着てるってこと？でも、安いコートじゃないから持ち主もきっと、ちゃんとした人なはずです。いやいや、汚いとかの心配じゃなくてさ、人のものでしょ？猫ババになるんじゃないの？でも、私のコートも誰かに取られたんですよ。帰ってこないってことは、同じことしてる人がきっと他にいるんです。だから、ブツブツ交換したって考えてるんですけど。ちなみに一致の元のコートも高価なものなの？そんな、私は普通の主婦ですから古着で数千円で買ったものです。じゃあ、めっちゃ一致が得してんじゃん。いやまあそうですけど、でも、私から取ったわけでもないですし。そうなんだけどさ、周りの人に間違えてる人いないか聞かなかったの？はい、だって私は別にそのコートでよかったので。そうじゃなくてさ、モラルの問題でさ。でも、私が被害者じゃないですか？間違えられてる側だし、その被害者が被害届を出すかどうかって、自由ですよね。まあ、そうなんだけどさ、でも高級なコートだから困ってる人いるんじゃないかな？しかも、ママ友の集まりですり替わったってことは、知り合いのコートってことだろ？気まずすぎないか？ん、そうですね。着てて指摘されたら戻せばいいかなって。あと、そのお店には他にもお客さん来てたし、違う人かもしれませんしね。おいおい、すごい感覚の持ち主だな。じゃあさ、今回そのコートを返してくれないっていうママ友がさ、そのコートの本当の持ち主の可能性もあるのかな？そりゃまあ可能性って言ったら、当然ありますよ。前のお店でのママ友会に、その人も来てましたし。うわぁ怖すぎ。じゃあ一致盗んだコートを着て、被害者宅に行ったってこと？サイコパスじゃん。だから、まだその人かどうかなんてわかりませんって。ちなみに一致って、普段からそんな感じなの？そんな感じって何ですか？なんというか、人のものとか気にしないというか。はい、だから古着とか着られるんですよ。そういうことじゃなくてさ、まどろこしいな、俺が代わりに聞くよ。そうやって人のもの悪気なく盗んだりするのかってことだよ。そんな、盗むなんて言い方は侵害です。今回だって、忘れ物を管理してたとも言えますけど。物はいいようだな。私、買いの漢字をやることが多いから、そうやって忘れ物とかの管理しがちなんです。女子会だと指輪とかピアスとか忘れられることが多くて、最後、見回る時に見つけ次第管理してあげてるんです。あのさ、一致、本当に管理してるの？うん、俺も聞くの怖いけど、それ自分のものとして使ってない？そんなに頻繁ではないですけど、全く使ってなくはないです。やっぱりか、一致、それ異常者の行動だからね。でも、つけてる時に申し出てくれれば、ちゃんと返してますよ。それさ、言い出さなければ自分のものにするって意味だよね。自分のものっていうのもあれですけど。素直に言えよ、家にはママ友から置き引きした盗品が山のようにあるんだろ。そんなことないです。私だっていつまでも管理するの大変ですし。まさかだけどさ、一致、持ち主が名乗り出なかったものって、売ってる？売るって言うと、得したくてそれをしてるみたいじゃないですか。じゃあ一致的にはなんて言えばいいんだよ。そうですね、処分ですかね。警察だって一定期間持ち主出てこなければ、拾い主にくれるじゃないですか。そんなイメージです。おいおい、それを国家公務員がやるのと、個人でやるのとは違うだろ。もう一度聞くけどさ、一致はそれらの落とし物とかを、売ってる？そうですね、捨てるのももったいないから、欲しい人の元に届くようにしています。だからさ、綺麗に言い直すのやめろって。でも、実際事実ですしね。ちゃんとしたものを、ちゃんとした価格で、欲しい人に手渡す。これの何がおかしいんですか？転売ヤーどころの騒ぎじゃないね。うん、ただの窃盗団のやり口だ。なんでですか？何度も言いますけど、私は自分から何か盗んだりとかしてないんですよ。でもさ、本当の持ち主を見つけるための、積極的な努力はしてないよね。それも、身につけて見えるようにしたって、言ってるじゃないですか？人の話ちゃんと聞いてますか？それは、持ち主探しとは言わないよ。
一致の言葉借りるなら、警察はそんな風に落とし主探さないでしょ？さっき、警察と私は違うって言ったの、あなたたちですよね？おう、なんだか俺、頭痛くなってきちゃった。それは多分、頭が悪くて理論立てて、物事考えられないからでしょうね。なんか、急に失礼だな、イッチ。どうした？いや、なんかもうイライラしてきちゃって。私はそもそも、ママ友達となんか変な関係になったから、解決できないか相談しただけなのに、勝手に私を犯罪者扱いし始めて、ちょっと、許せません。許されないのはイッチだと思うけどな、法律的にもモラル的にも。こんなところにいるあなたたちに、モラルがどうとか言われたくないんですよ。どうせ、コミュ障の陰キャばっかのくせに。そう、俺ら陰キャには反射のイッチの考えは理解できんのよ。反射？誰が？マジでムカつきますね。もういいです。自分でママ友達との関係は修復するんで、好きにしてください。さようなら。そうして反省をしないイッチは、スレミンの言葉にも耳を傾けることをしませんでした。そして、イッチはそのスレから姿を消したのです。しかし、それから1週間ほど経った頃、またイッチがスレ立てをしました。あれから果たしてイッチはどうなったのか。気になるスレミンたちは、一旦そこを覗きに行くことにしました。前にスレ立てしたものです。覚えてる人いますかね？あの、ママ友にコート取られたってスレなんですけど。違うだろ、ママ友のコートを取りましたってスレだろ。コートだけじゃないな、ママ友の私物こっそり転売ヤーが正確なはず。久しぶりなのに、まだ前の感じ引きずってるんですか？そりゃ俺たちコミュ障だからさ、イッチみたいな人との関わり方わかんないんだよ。気持ち悪いですね。こういう陰湿さ吐き気がします。まあまあ、イッチも何か言いたいことがあるから、スレに戻ってきたんでしょ。とりあえず、聞くくらいはしようよみんな。ああ、こういうまともな人だけ相談に乗ってもらえれば十分です。それで、イッチ、今日はどうしたのかな？それが、あの後、どんどんことが大きくなっちゃって。そりゃそうだろうな、イッチがやってきたこと大きいことだもんな。それで、どんな風に大事になってるの？ママ友達が、警察に被害届を出すって言ってるんです。あら、とうとう悪事がバレたわけだ。悪事というか、まず、コートのママ友からあの後連絡が来て、なんて言われたのかな？このコート、私のだよね。なんでイッチが来てたの？うん、比較的穏やかな口ぶりだな。そうですか、咎めてる感じしませんか？そんな風に思ったイッチがなんて返したか期待。ちゃんと説明しましたよ。誰かが忘れてたコートだから、着ながら持ち主探してたんだよって。嘘じゃん。嘘じゃないですよ。そういう部分もありましたし。でも、ママ友的にはそう返されたら、言い返しづらいわな。それが、ママ友すごい私に詰めてきて。イッチはなんて言われたの？じゃあ、なんでイッチのフリマアプリのアカウントで売りに出されてたの？イッチそのコートも売ろうとしてたの？一応出品だけしておいたんです。それで、買い手が出るまでは保管しておこうと思ってて。やば、それは保管じゃない。もはや在庫管理。ただ、なんでイッチのそのアカウントをママ友は知ってたんだろう？それは、おそらく私も隠してなかったからです。ママ友の私物売りに出してたのに、隠してなかったの？だって、商品の閲覧数が増えた方が、売れる可能性も増えますし。でもさ、見られたらヤバいとか思わなかったの？それは、身につけてるのと一緒じゃないですか。出品されているものを見て、申し出てくれれば返すつもりでしたし。あれ、俺だけかな、イッチの思考回路が理解できないの。多分、イッチは本物なんだと思う。何の本物ですか？いや、こっちの話だから気にしないで。ってことはさ、イッチの出品履歴もママ友は見られるんだよね？はい、それが今回大事になっていて。そりゃそうだろうけど、とりあえずどういうことか聞かせて。そのアプリで今まで売ってきたものを、他のママ友とも見たらしいんです。そしたら、自分たちがなくしたと思ってたものばかりと気づいたらしく、今になって急に、そのことを責めてき始めたんです。びっくりするくらい自然な流れだな。なんでですか？だって、今さら言ってくるのって遅すぎないですか？遅すぎるってどういうこと？だって、私、そういう落とし物、ママ友たちの前でも身につけてたんですよ。気づくチャンスいくらでもあったじゃないですか。それに、アプリのアカウントだって、だいぶ前から教えてたんですよ。今まで見なかったことの方が、信じられませんよ、ママ同士なのに。だから、遅いってこと？そうですよ。警察だって、落とし物預かる期間決まってますよね。
私だって、いつまでも落とし物預かるなんて、めんどくさくてやってられませんよ。でもさ、例えば LINE グループで一回聞いてみるとかしてればよかったんじゃないかな？そんな手間じゃないんだしさ。あなたもママ友と同じようなこと言うんですね。うん、真っ当な人はね、そういう発想をするのだよ。それだっておかしいですよ。なんで、拾った側の私がわざわざ聞いて回らないといけないんですか？落としたり忘れたの、全部自分ですよね。いい大人なんだから、自分のものくらい自分で管理しろって話ですよ。それなのに、拾った側にそんな要求するなんて、横暴にも程があります。でもさ、仮にも友達なわけじゃん。それくらいはしてあげるのが普通の感覚だよ。あなたやママ友の普通を、私に押し付けないでくれませんか？普通なんて、人の数ほどあるものなんだから。変なところで多様性を持ち出さないでほしいな。それでさ、一致はちゃんとママ友達に今までのこと、謝ったのかな？謝るって、何をですか？だからさ、今までママ友達のものを猫ばばしてきたわけじゃん。しかも、それを勝手に売っ払ってさ、そのことについて謝罪したのかって、聞いてるんだけど。なんで私が謝らないといけないんですか？さっきも言ったみたいに、私はむしろ持っていてあげた側ですよ。もし私が気づかなければ、そのまま他の人が拾ってなくなってたはず。いや、他の人が拾えば店員に届いて、逆に持ち主のところに戻りそうだぞ。そんなのただの想像でしょ。どうせ、他の人だって拾ったら私みたいに売ってましたよ。こらこら、世界はもっと正常だから安心しなさい。じゃあさ、イッチはこのスレでしてるみたいに、ママ友に言い返したの？はい、言い返すって言うと、私が悪いみたいですけどね。ちゃんと、自分の主義主張は伝えました。その結果どうなったんだっけ？警察に被害届を出すって言い始めて。ほら、イッチの方が部が悪いじゃん。素直に認めなよ。でも、どうなんですかね。私何かの罪に問われるんですかね？間違いなく、問われるな。単純に窃盗罪かな。でも窃盗って、故意に盗んだりすることですよね。私、落ちてるものを拾っただけなんですよ。でも、それが誰のものかって、全くわからないわけでもなかったんだろ。じゃあきついだろうな。そんな、ちなみに誰のだか想像もしなかったって言えば、罪は免れますか？もう、嘘つく気満々じゃん。このスレ、スクショしとこうっと。ほんとだるいですね。あなたに構ってる暇はないので、どっか行っててください。落とし物の猫ババも犯罪だぞ。そうなんですか？遺失物など横領罪っていう、立派な犯罪だ。簡単に言うと、猫ババとか置き引きがこれに当たるな。じゃあ、今回のこれもそれに該当しちゃうんですかね？該当しちゃうどころか、多分、さっき言ったみたいに普通に窃盗罪だけどな。そうですか。じゃあ、被害届出されたら困ります。その困りますっていうのを、私たちに言われてもな。一気さ、もう一回ママ友達にちゃんと謝ってみなよ。そうすれば、刑が軽くなったりするんですか？それはわからないけどさ、でも、そもそも人としてまず謝るべきじゃないかな？人としてとかは、どうでもいいんですよ今さら。別に、そのママ友達とだって気まずいから、これから関わることもないだろうし。だから、何か逃れる方法がないか教えてくれませんか？ああ、こりゃダメだな、もう手遅れだ。じゃあもう助かる方法はないんですか？というか、イッチが人として手遅れってことな。はあ、何言ってんですか？だって悪いことを悪いとも思わず、咎められても逆ギレ。最後には、その罰から逃れる方法だけを考えるんだろ。もう救いようがないよ。何ですか？そもそもあなたに私を救うことなんて、できないくせに。っていうか、ここにいる人たちって、別に法律の専門家じゃないですよね。それなのに、何カッコつけて、なんとか罪とか言っちゃってるんですか？おお、イッチが切れた。切れてませんよ。冷静になっただけです。こんなところに書き込んでる暇があったら、弁護士に相談すればよかったんだ。そう気づいたんです。弁護士でもどうしようもないと思うけど。イッチは医者にでも行きなよ、脳外科かな。はいはい。そうやって人の不幸を笑ってればいいんですよ。いつか絶対に、自分にも降りかかるからね、覚えてなさいよ。そんなことないよ、私たち置き引きとかしたことないもん。そうですね、大した社会経験もない人たちでしたものね。もういいですよ、ちょっと私忙しいんで。このスレ、適当に落としてください。では、今度こそもう、二度と戻りませんので。こうしてイッチはスレを後にして、今度こそ帰ってくることはありませんでした。皆さんは今回の報告者についてどう思われましたか？
ぜひコメント欄でご意見お願いします。2本目は、私の高級ピアスをなぜかママ友がつけてましたと嘆くイッチのお話です。それではご覧ください。視聴者の皆様、こんにちは。今回は私の高級ピアスをなぜかママ友がつけていましたと嘆くイッチのお話です。それでは早速ご覧ください。突然なんですけど、私の話を聞いてください。ママ友に裏切られました。ああ、もう超最悪。私にこんな思いさせるなんて許せない。ママ友に裏切られました。今この世界で一番怒っているのは私。かわいそうなのも私です。わかってくれますか？この気持ち。大騒ぎして一体何があったの？ママ友とのトラブル？ママ友トラブルって10年前と比較して増えているというデータがあるらしいよ。今日は一段とパワーがあるな。ママ友トラブルは人生を左右するほど恐ろしいトラブルもあるって聞いたことがある。そんな恐ろしいトラブルでないといいが。ママ友会のマウントの取り合いに負けたとか？何があったか話してみてよ。話してみたら解決策が見えてくるかもしれないよ。よかったら聞くから話してみてよ。ありがとうございます。皆さんは傾聴力のスペシャリストですか？私を受け入れてくれる方がいるなんて嬉しいです。話したら楽になる気がするので聞いてください。私はおしゃれが大好きです。いつでも私はおしゃれをして街を歩くのが好きです。街を歩くとすれ違う人は私を見てきます。おしゃれで美人だとつい見ちゃう気持ちもわかります。おお、イッチはそういうタイプなんだね。自分に自信を持つことは良いことだよ。自分が自分らしく表現できるって素敵だよね。最近話題の自己肯定感ってやつだな。時代の最先端を言っているんだな。好きなものを着てアクセサリーなんかつけて歩くと確かに気分が上がるよね。慌ただしい毎日の中そんな余裕も必要だよね。それがママ友トラブルに発展するの？ある日私の一番大事にしていたお気に入りのピアスがなくなってしまいました。ここだけの話ですが店舗に数個しか置いていない価値の高いピアスでした。レアな商品なだけあって値段も高いピアスです。相当頑張らないと買えない金額の。給料何ヶ月分というそういう単位の価格です。何ヶ月分かのお給料のピアス？そんなピアス見たことないよ。そんな高価なピアス買えるなんてすごいね。一気セレブだね。一般庶民には到底手が届かないものを身につけているんだな。物価高で食べていくのに精一杯だよ。そんなお金があったら半年分の食費だわ。そんな高価なものがなくなってしまうなんてショックだね。探さないと、まだ見つからないの？見つかりました。見つけた時はショックで気を失うかと思いました。せっかく見つかったのにショックで気を失うってどういうこと？普通だったら嬉しくて飛び上がるだろ。状況がわからないぞ。ショックっていうことはトイレの中に落ちていたとか？車に踏みつぶされた状況で見つかったとか？それがなんと、ママ友の A 子がつけていたんです。信じられますか？盗まれたってことですよ。そりゃ気を失いますって。ママ友に盗まれたってこと？それってやばくない？ニュースになってもいいくらい立派な事件だよ。ママ友トラブルって本当に恐ろしいな。警察沙汰になるトラブルじゃないか。ママ友トラブルに警察が出ていかなければいけない世の中になってしまったか。話には聞いたことがあるけど本当にこんなことがあるんだね。盗みを平気でするような人が子供を育てていると思うとゾッとするね。本当のママ友とはどういう友達だろう？この人とは友達になっていいかな？と必ず疑わなければならないのが悲しいです。本当に親切な人の見分け方を知りたいです。そうだよね。大事なピアスを盗まれたらそのくらいの気持ちになるよね。警察に行った方がいいかもしれないからもう少し詳しく教えて。私は近所で仲良くしているママ友の A 子がいます。引っ越しをしてきた時に一番最初にできたママ友です。聞くの決まり事や学校行事のことなど A 子に聞けば何でも親身に教えてくれました。A 子は友達が多いのでママ友同士の集まる会にたくさん誘ってくれました。そのおかげもあって私もすぐに友達がたくさんできました。新しい土地での生活はわからないことだらけ。だからそういう親身になってもらえる友達ができることは嬉しいよね。引っ越してきた人に親切にできるなんて良い人がいるもんだな。近所でも疎遠になりがちが現代でも、やっぱり人とのつながりは大事にした方がいいな。同じ世代の人との情報共有は大事だよね。良い友達に出会えてよかったね。そうなんです。A 子はとても美人でママ友会では憧れの存在です。まさに奥女の風格なんです。
ママでも綺麗な人っているよね。大体そういう人って優しい気がする。勝手な想像だけどね。ママ友会の憧れの存在か。ママ友トラブルで中心人物になる気配がする。そのママ友A子とトラブルになったの？そんなみんなが憧れる A 子がピアスを盗んだってこと？親身になるふりをして近づいてきたってことかな。あんまり想像できないね。最初の印象からは想像つかないですよね。私も A 子のことは疑っていませんでした。私は自分でどこかに置き忘れたか落としたと思いピアスがなくなって A 子をありとあらゆるところを探し回っていました。そんなある日、学校の参観日があり、A 子の子供とはクラスは違いますが学校内ですれ違ったんです。そしたらなんと A 子が私の探していたピアスをつけているではないですか。そんなことある？似たようなピアスなんてたくさんあるよ。ピアスなんて小さいからそれが本当に一致のものかなんてわからないじゃないか。同じものもあるしそれ私のピアスだよなんて言い出しにくいよね。私にはわかります。高価なピアスなのですぐわかります。私がとても気に入っていたピアスなので見てすぐにわかりました。でも一体どうやって A 子は一致のピアスを手に入れたの？一致の家によく遊びに来るのか？私は一切ママ友や子供の友達を家には入れません。こういうトラブルもあると聞いたので家には入れないようにしています。そうなんだ。なんで A 子がそのピアスを持っているか謎だね。やっぱり何かの間違いじゃない？間違いでないことは確信しています。なぜ A 子に渡ったのかが不思議でなりません。心当たりが全くなく困っています。そんな怪奇現象のような不思議な話あるのかな。世にも奇妙な物語だな。一致自身はピアスをどうやって手に入れたの？そんなに高価なピアスなら鑑定書のようなものがないかな？証拠にできるよ。持っていません。そうか。そういう書類をもらっておかないとこういうトラブルになった時に必要なんですね。自分から言わなくてももらえるものだと思うけど、お店に問い合わせてみたらどうかな。私が自分で買ったピアスではなくて、もらったピアスなんです。唯一無二のピアスだから大切なんです。そうなの？旦那さんから何かの記念にもらったプレゼントのピアスとか？どういう経緯でもらったピアスなの？私はママ友や子供の友達は家に入れない代わりに私はママ友の家に遊びに行きます。ママ友の家に上がらせてもらうことでその人の価値観や人柄がわかるんです。よく家の中はその人を映し出すとか言いますよね。トイレやキッチンを見たり収納の整理の仕方を見ます。え、家の中を見るために遊びに行くの？私だったら絶対嫌だよ。自分は家に入れないのに自分は行くのかよ。自由気ままな性格だな。そんなことしたら印象悪くなっちゃうよ。いやいや、そんなこと公表していくわけではないです。最近の情報交換しようとの名目で行きますよ。さすがにあなたの家を見たいですなんて言いません。人の家を見せてもらうって良いことだらけですよ。整理収納が得意な友人がいたら真似させてもらえば自分の家も綺麗になります。逆に友人宅が散らかっている部屋だった場合こうはならないように綺麗にしようと自分に言い聞かすことができます。良いことを言っているのか変なことを言っているのわからなくなってきた。明らかに変だろ。整理収納が上手になりたかったらインスタグラムでも参考にすればいいよ。一致みたいな考え方の人もいるんだね。価値観の違いって大きいな。で、ピアスとどんな関係があるの？A 子の家に行った際に A 子が最近お父様を亡くしたと話してくれました。私に心を開いていろいろ話をしてくれます。お父様を亡くしてとても悲しいけれど結婚祝いでくれたダイヤのピアスが心の支えになっていると話しながらピアスを見せてくれました。特殊なカット方法で作られた素敵なピアスでした。そんなことがあったんだね。それはお父様の気持ちがこもった値段以上の大きな価値があるピアスだ。すごく大事な場面なのに変に胸がざわざわするが大丈夫だろうな。頼むから変なこと言い出さないでくれよ。さすがにそんな大事なピアス一致が盗むわけないよ。そんなことしたら人の気持ちがわからない人に認定されちゃうよ。私は素敵だなと思ったものは絶対に手に入れたいタイプなんです。そのものの価値が大きければ大きいほど欲しい気持ちも強くなります。ほら出た。胸のざわざわは本物のようだ。聞かない方が良さそうだぞ。え？欲しいと思ったものは手に入れたいタイプだからどうしたの？欲しいと思ったのでいただきました。A 子のお父さんが A 子にあげた記念のピアスをもらった？私だったら絶対にあげないけど。もらったんじゃなくて一致が勝手に持ってきてしまったんだろ。言葉は悪いが盗んだんじゃないのか。そんなことしちゃったの？それはまずいよ。
盗んだというと言葉が悪いです。A 子には言っていませんがいただきました。お菓子を出された時に遠慮なく食べてねっていうじゃないですか。なので家にあるものも遠慮なくいただいたって感じです。盗むとはちょっと違うんです。わかりますよね。わかりませんね。お菓子とピアスは全然違うよ。家の中のものなんでも遠慮なく持って行ってねなんて言われてないよね。この常識外れな感覚で家に来られたらたまったもんじゃないな。そのピアスは家に飾ってあるの？お気に入りでコレクションしてあるの？いいえ、普通に身につけて外出しました。私はおしゃれが大好きです。せっかく高価な特別なピアスを手に入れたら、身につけないともったいないです。だんだんこの話が怖くなってきた。世間的には価値観の違いを認め合って仲良く暮らしましょうといった風潮があるが、こういう価値観の違いも認め合う世の中なのか。もはや正解がわからなくなってきた。特別な用事とかではなくて普段も身につけていたの？はい。みんなに見せたいじゃないですか。なので積極的にママ友を誘ってランチ会をしました。そういう場では必ずピアスのことが話題になります。キラキラして素敵なのでみんな釘付けです。まあ、私がつけているから余計に美しく見えてしまうってこともあります。例えるなら全方向美少女でしょうか。えへ。全然笑えないよ。まずいよ。この感覚は、仲良しのママ友のランチ会なら A 子だって来るよね。A 子の大事なピアスを H がつけていたらすぐに気がつくと思うよ。そうですよね。なので A 子は誘っていません。ピアスをつけるランチ会には A 子抜きでします。ママ友トラブル怖すぎる。ドラマのワンシーンかよ。そんなに頭を使ってまでみんなに見せたいの？悪いって認識があるのかないのか。でもランチ会には裏切り者がいました。まるでレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐のようにママ友の中に裏切り者が潜んでいたのです。一番の裏切り者はエッチだけど。まあ話を続けて。ランチ会の仲間に A 子と繋がっている人がいたっていうことです。裏切り者ナンバーワンとでも言いましょうか。そりゃその辺のママ友が集まれば一人や二人、A 子と仲が良い人だっているだろうよ。そんなこと想定の範囲内だ。誰も A 子と繋がっていないと思ってランチ会していたの？私のつけていたピアスと A 子が探していたピアスが似ていると A 子に密告していた人がいました。A 子がピアスがなくなったと騒いだらしいんです。それは騒ぐよ。亡くなったお父さんからもらったお金に換えることができないピアスだよ。なくしてしまったら悲しすぎて言わずにはいられないよな。 A 子と A 子の旦那さんが私が留守の間に家に来ました。私の旦那に事情を話したらしいです。旦那ったら確かに買った覚えのないピアスを持っていたとか話したらしいんです。裏切り者ナンバー2ですね。私がピアスを外したタイミングを見てそこから持ち出したんです。旦那が盗みました。旦那が盗みましたじゃないよ。旦那さんが A 子に返してくれたんだね。そうなんです。旦那が A 子にピアスを返してしまいました。許可もなく最低ですよね。その言葉そっくりそのまま自分に返した方が良いと思うよ。だからいくらどこを探してもないわけです。そして A 子がまたそのピアスをつけています。私のピアスを A 子がつけているから見つけた時には本当にショックでした。話がわかったよ。大事なピアスが A 子の元に戻ってよかった。それだけはホッとしたな。ランチ会に行ったママ友とエッチの旦那さんのおかげだな。ピアスが A 子の元に戻ったってことはエッチが盗んだってことをみんなが知ることになったんだね。ママ友との関係は大丈夫？よく聞いてくれました。問題はそこです。ママ友達からの視線が冷たいというか、ランチ会に誰も来なくなりました。それは無理もないよね。平気で人のものも自分のものにしてしまうんだから。怖くて近づけないよ。ライオンやロウに近づけと言われた方がまだマシだわ。みんなからの信用を失ってしまったってわけだね。なので説明会を開きました。私はこういう価値観でこういう風に生きていますってプレゼンしました。だって私間違っていませんから。すごい勇気ある行動だね。誰か理解してくれる人いた？理解してくれる人いたらすげえな。誰も理解してくれませんでした。ママ友からは出したお菓子全部持って帰ったとか、家のトイレットペーパーがなくなっていたとか、私に対するクレームを言われました。そんなことしていたの？そうです。おしゃれな家の人のトイレットペーパー真似すれば私の家もおしゃれになるか試してみました。トイレットペーパーですよ。そんなに高くないものをいちいちいろいろ言わなくてもいいすよね。お菓子だって出してくれたんだから全部もらう権利ありますし。みんなケチなのかしら。ママ友も大変だね。距離を置きたくなる理由がわかるよ。
近づかない方が良い人ナンバーワンだよ。正直、一緒にいても良いことがないって思ってしまうし、一緒に遊びたくないって思ってしまうよ。え、なんでですか？私の話を聞いてくれるんではないですか？何私の悪口言っているんですか？悪口ではないよ。そもそも A 子の大事なピアスを盗むという行為が問題だよ。人のものを盗んだらいけないなんてこと小学生でもわかるぞ。勉強してこなかったのか、それとも人の気持ちがわからないのか。生きていく上である程度ルールってものがあるじゃない。考えたことある？そんなこと知っていますよ。バカにしないでください。私だって人の気持ちくらいわかります。でも自分の気持ちも大事にするべきです。自分の気持ちを大事にすることはとても素敵なことだよ。でも盗んでまですること？自分で叶えられる範囲で自分自身を満たしていくことは大事だと思うよ。盗みとか悪い言葉使わないでください。まるで私が犯人のように聞こえます。まだ認めないのか。困ったやつだな。そんなに私の何が間違っていると言いたいのですか？何を正したいんですか？こんなに言ってもわからないの？自分のやっていることを素直に認めないと友達いなくなるよ。旦那さんにも愛想つかされちゃうかもしれないよ。裏切り者の旦那の話もありました。 A 子と A 子の旦那さんが私の旦那を訪ねてきた時に被害届を出さない代わりに示談金を支払ったらしいんです。私に黙って気に入っていたピアスを A 子に返却した上に示談金まで支払って何やってくれているんだって気持ちです。優しい旦那さんだね。精一杯一致を守ってくれたんだよ。そうだ、すごく優しい旦那さんだ。警察の前に突き出すことなく守ってくれたんだ。感謝するべきだぞ。きっと旦那さんだって傷ついたと思うよ。謝って感謝も伝えないとだね。なんで私が謝るのですか？私の大切なものを勝手に返してしまって傷ついたのは私です。誰も私の気持ちをわかってくれないのですね。ここに来たことが間違っていました。もう結構です。もう来ません。こう吐き捨てて一致はすれから出ていきました。こんな状況で一致は生活していくことができるか心配でしたが、半年後一致が再びスレに現れました。その姿は高級ピアスが似合う姿とはほど遠く、髪の毛はボサボサのスウェット姿です。やあ一致、久しぶりだね。水分疲れた様子だけれど大丈夫？高級ピアスの件は落ち着いたか？改心して真面目に暮らしているか？やつれた感じがするね。ちゃんと食べているの？困っているなら話を聞くよ。ありがとうございます。実はかなり疲れています。未だに私のことを誰も理解してくれません。それはきちんと謝罪しないとみんなからの信用は取り戻せないよ。一度失った信用を取り戻すためには誠心誠意の謝罪が一番大事だ。信用を失うのは一瞬だが、取り戻すのには時間と労力が必要なんだよ。そうだね。きちんと謝った？謝っていませんよ。謝ろうにも謝れません。SNS は全てブロックされました。学校の先生にまでこの話が通じています。ママ友どころか学校、同じマンションの人からの視線が冷たいです。ママ友会は厳しい世界です。そうだよね。なかなかすぐに許すわけにはいかないことだよね。盗みをする人とはできれば関わりたくないよ。旦那さんはなんて言っているの？旦那さんは人の家から物を持ってこなければならないほど貧乏ではない。こんな裏切りは初めてだ。もう一緒に暮らすことはできない。なんて言ってきます。離婚寸前です。そうなるよね。無理もないかも。そんな貧乏じゃないとか言うならもっとたくさん私にいろいろ買ってくれればよかったのに、ひどい話です。話を示談に持って行ってくれた旦那さんに対して何を言っているんだ。一度警察のお世話にならないと自分のしたことがいけないってことがわからないかな。皆さんも相変わらず冷たいですね。私は環境を変える必要があると思います。この環境は私の肌には合いませんでした。私のことを知らない人だらけのところに引っ越しをすれば、私を大切にしてくれる人と出会えるかもしれません。田舎がいいですかね。私は新しい環境で花開かせて皆さんに見せつけに来ますよ。私はこんなに幸せですってね。楽しみにしていてください。盗みという法的にも道徳的にも許されない行動をして家族、ママ友に被害を加えたにもかかわらず反省をするどころか正当化する一致。環境を変えても一致自身が変わらないと何も変わらないと気がつく日が来るのだろうか。皆さんの家から不意に物がなくなってはいませんか？皆さんの周りにこんな困ったちゃんがいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。